皆さんこんにちは、エリです。今日はこのバッグに絵の具で色を塗っていきたいと思います。このバッグは自分でイラストを描いたんですけど、あんまり気に入ってないので、上から絵の具で塗りつぶしていこうと思います。この絵の具は布用絵の具で、中身はこんな感じでたくさんの色が入ってます。これでたくさん色を塗っていこうと思います。この筆は100均で前に買ったやつです。何色から塗ろう。イメージとしてはちょっと水彩画っぽくカラフルに塗っていきたいなって思ってます。あ、忘れてた。すごい赤だ。すごい迷彩っぽい感じになってきたな。なんか他の色も足そうかな。これは灰色、紺色、紺入れたら可愛いかな。ちょっと紺色を入れてみます。どうかな、紺色。うん、ちょっと濃い感じ。本当はこの手の線を消したかったんだけど、なかなか消えないですね、これは濃く塗らないと消えてくれないかも。あ、ちょっと分かったかも。なんかあまり薄めずにポン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 やってもなんかちょっといい感じかも。この緑すごい綺麗な色してる。どうなのこれ。こんな感じで出来上がりました。どうですかね。私的にはいい感じじゃないかなって思うんですけど、すごいカラフル。まだ乾いてないので、このまま乾かしてみたいと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。どうですか。いい感じにできてくれたんじゃないかなって思います。こんな感じでエコバッグとしてね、今日みたいな暗い洋服とかにすごく合うんじゃないかなって思います。はい、ということで絵の具でバッグに色を塗ってみました。よかったら皆さんもこの布用絵の具で色を塗ってみたりしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。